J1 浦和は27日、ペア・マティアス・ヘグモ監督との契約を解除したと発表した。前監督のマチェイ・スコルジャ氏が新監督に就任することが決まった。スコルジャ氏は就労ビザ発給などの手続きが完了次第、監督に就任する。また、スコルジャ氏が監督に就任するまでの間は、池田信康コーチが暫定的に指揮を執る。母国ノルウェーの男女代表監督を務めた経験を持つヘグモ氏は、 2021年からスウェーデン一部、ケンを指揮し、22年にリーグ制覇。今季から浦和の監督に就任した、優勝候補として注目を集めた中、ルヴァンハイは3回戦で敗退し、リーグ戦は直近5試合勝ちなしで13位に低迷していた。今季の J1 では横浜 FM、7月、QL、ハッチンソン、トス、河合健太、北二光陵に続き、3クラブ目の監督交代となった。